セリエ A はイタリアのプロバレーボールリーグであるレガパルダボールのトップディビジョンである。上位リーグのセリエ A1 と下位リーグのセリエ A2 で構成。サッカーのセリエ A のバレーボール版にあたる。セリエ A1 男子セリエ A1 男子は9月から翌年の3月にかけてレギュラーシーズンが行われる。レギュラーシーズンはホームアウェイ方式で各チーム2回ずつ対戦する。 レギュラーシーズンの上位8チームが3月から5月ごろにかけて行われるプレイオフに進出する。外国人枠についてはチーム所属人数は自由であるがコート上には常に3人以上のイタリア人選手がいなくてはいけない。セリエ A 一致女子は10月から翌年の3月にかけてレギュラーシーズンが行われる。レギュラーシーズンはホームアウェイ方式で 各チーム2回ずつ対戦する。レギュラーシーズンの上位8チームが3月から5月、ごろにかけて行われる、プレイオフに進出する。外国人枠については、登録メンバーに4人以上のイタリア人、コート上には2人以上のイタリア人がいなくてはいけない。ありがとうございます。